皆さんこんにちは。さあ今日はですね、タイトルに書いてある通りジンバルのね紹介です。で本日ね紹介するのはこちら、ゼユンのクレーン M2 です。こちらの商品ですが、チェングル様より提供していただきました。ありがとうございます。はい、ということでね、このクレーン M2 なんですが、実はこれですね、去年のね、8月か9月ぐらいに、一度レビューしているんですが、その時はですね、使ってたカメラは今の α6400 ではなくて、ソニーのね、RX100M5A だったんですよね。で、あの頃に比べてだいぶ撮影機材とかもね、大幅に変わりましたし、あとね、このね、クレーン M2 過去に紹介した時には問題になったプレートの問題ですね、あの独特な形状のプレートが、まあ、ちょっと問題だなって話をしたんですが、それに関してもね、解決の糸口みたいなのがあったのでね、今日はねそちらも合わせてね紹介したいかと思います。で、あの本当にね、詳しいそのレビューっていうんですか、パッケージの開封ですとか、そのモードの紹介っていうのも、あの過去の動画ね上に貼っておきますので、ですねそちらの方も合わせてねご覧になってください。それじゃあね、パパッと開封してね、中身見ていきましょうか。はい、ということでね、パッケージをねパパッと開けていきましょうか。これもね前回やってるんでね、今回結構あっさりとやっていきます。で、箱を開けるとですね、こちらジンバル本体が入っていまして、こちらですね、付属のストラップ、そしてよいしょ、USB のタイプ C とタイプ A のケーブル、そしてこの奥の方にちょっと取り出しにくいですが、スマホ用のクリップ、これは金属製で結構質感が高いですね。そして、クイックリリースプレート用のネジと、こちらクイックリリースプレート本体となっています。で、このクイックリリースプレートのネジなんですが、こちら、あの裏の方にはですね、ネジ切り用の穴が切ってないので、こんな風にするとすぐポッと抜けちゃうんですね。なので、このネジはね、なくさないように注意してください。結構ね、このクレーン M2 使ってる方で、ここのね、ネジをなくしてしまってサポートセンターとかに問い合わせる方が、結構多いみたいなので、ここのね、ネジはね、しっかりとね、保管してね、外すときとかもなるべく分かりやすい場所に置いてください。僕も結構ね、なくしやすそうになってしまうんでね。はい。あとちょっと忘れていましたが、こちらミニ三脚もね、付属しています。こちら全体的にプラスチックなんですが、結構ね、がっしり作られていて質感は悪くありません。それと、箱の中にですね、こちら、サービス、カードですかね、保証書ですかね、それとあとクイックスタートガイド、こちらね入っていまして、こちらのクイックスタートガイドですが、多言語表記なんですね。もちろん日本語もね書いてあるので、こっちか、はい、日本語でねしっかり書いてあるので、これを見ればね初めて扱う方もそこまでね苦労しないかと思います。では次にね、このジンバルに、カメラを載せていくんですが、前回紹介した時はですね、コンパクトデジタルカメラ、RX100M5A でしたが、今回はこの α6400 とSEL1018 レンズですね。そして ND フィルターをつけています。なのでこちらのね合計の総重量が約 700g となっておりまして、こっちのねクレーン M2 の最大積載重量が 750g 程度と書いてあったので、まあ、ほぼギリギリなんですよね。なのでもしねこういったミラーレス α6400 とか使うときは本当に軽量のレンズじゃないと、多分乗らないかと思います。なのでね、あのシグマの F1.4 のレンズですとか、あの SELP18105G のようなちょっと大きめのレンズは、乗せることはできません。多分これがねほぼ限界値だと思います。はい。で、このプレートとねこのネジでこう止めていくんですが、これもね前に、紹介したんですが、非常にねこちら2つ使いづらいって言ってたじゃないですか。なので今回このカスタムとして前に紹介したこちらスモールリーグのクイックリリースクランプ、このジンバルのね、仕様にすごくねぴったりなこのクイックリリースクランプをこのプレートに乗せて、付属のネジではなくこのスモールリーグのねこのクランプについてきた ネジで固定していきます。ということで、しっかりとネジ止めすることができました。うん、まあもちろんネジね2個で止めた方がいいんですが、こっちはね1個でもかなりねしっかりと止まってるんで、そうそう動くことはないかと思います。で、これをね、このジンバルにつけていきましょうか。それじゃあジンバルに固定していくんですが、カメラの固定にね、使うこのクイックリリース、プレートの方はですね、こちらサンウェイフォトの PT26R って非常に薄型のね、アルカスイズ互換のプレートを、今回ね、このスモールリングのクイックリリースクランプにね、つけてみました。で、ジンバルにね、装着する際なんですが、このプレートを先に装着するんではなく、全部このプレートにクランプも全部つけた状態で、このジンバルの横からね、差し込んでいってください。で、その時ね、干渉しないギリギリの範囲をこう探り探りね当ててみて、あ、ここでいいなって思ったら、
ネジで固定してあげてください。これはねカメラとか機材によってこの左右のバランスって結構違うんで、ここのねプレートを差し込む位置をいきなり端っこに寄せてしまうとカメラを乗せようとしても干渉して乗らないので、先にねプレートをつけた状態でやってみてください。うん、いい感じですね。であとはねあのバランスをパパパッとね取っていきましょう。ただねこちら三軸のね固定っていうんですかね、G6 MAX とかに比べてしっかりとねこう三軸カチッとロックはできないんで、結構ね最初やるときとのバランス取るときはねちょっと難しいかもしれません。なんとかね、全部の軸のバランスを取ることができました。ただですね、こちらやっぱりクイックリリースクランプとかをね、こう社外品のものをつけてるんで、全部の軸の可動範囲は結構ね、スレスレですね。もうこれ以上何かね、こうカメラにつけたそうものなら、おそらくバランスを取ることは、不可能かと思います。うん、ここのね、ロール軸とかもなんとかギリギリ干渉しない、スレスレのところなのでね、まあなんとか、うまくバランスは取れたんじゃないでしょうか。それじゃあ電源をね入れてみます。はい、でまあ問題なくね電源は入るんですが、多分ね初めてこれ電源入れた状態ではこうジンバルがブーってね振動してしまうかもしれないので、この右のねここのボッチですね、この、メニューボタンをカチンって押して、このモーターっていう項目が出るんで、ここでジョイスティックを右にカチンって押してあげると、ハイ、ミドル、ローって3段階切り替えれるんで、そこのハイにしてください。もうほとんどこれのね、ジンバルの、積載重量の限界ギリギリなんで、これでね多分、しっかりと動いてくれるはずです。で設定が終わったらメニューボタンをもう一回カチッて押してあげると、トップに戻るんですが、スリープモードになってるんで、この M ってボタンを長押ししてあげると、はい、再起動してくれます。ちょっとねジンバルをポンポンって叩いて、このモーターの強度っていうのをちょっと見てみましょうか。うーん、ロール軸も結構ギリギリって感じですね。で、パンもチルトもそうですね、比較的ねあのゼユンのジンバルってこう柔らかめのセッティングになりがちではあるんですが、うん、まあ少しねこう振動を加えるとこうカフってなる時はあるんですが、多分通常のね運用では問題ないかと思われます。でモードなんですがね、何もしてない状態、電源入れるとこのパンフォロー状態ですね、パンフォローモードですね。なので左右にはこう追随するモードになっています。でここにトリガーキーがありまして、これ一回カチンって押すと F って書いてて、左右と上下ですね、こちらを追随するモードになります。でもう一度このトリガーを一回カチッて押すと、またパンフォローに戻ってくれます。 M を1回押すとロックモードになって、全部の軸がロックされます。でもう一度 M をカチッて押すと POV っていう表示になりまして、こちらは上下左右だけではなくて、こんな風に上下も全部ね全ての軸に対してジンバルがついてきてくれるモードになります。でもう一度押すと、はい、パンフォローモードにまた戻ります。で次ですね、この M キーを2回カチカチって押してあげると GO っていう表示が出ます。これは何かと言いますと、この GO モードといって上下ですね、こちら非常に速い速度で追随してくれます。まあ、なんか早く動くものですとか、素早くパンをするときとかには、まあ、結構重宝するモードなんじゃないでしょうか。で、さらにこの GO の状態でもう一回 M キーをカチカチって2回押してあげると V っていう表示になって、カメラがぐんと上に向きますね。これはボルテックスモードといって、こんな風にカメラを水平に持ってジョイスティックで右や左に押してあげると、こうぐるぐるっと渦を描くような、ね、映像を撮ることができます。なかなかこれね面白いモードでしてね、こう細い道とかでねこれをカメラを回しながら歩いたりすると結構ね楽しい映像が撮れたりします。そしてもう一度 M キーを1回押すとパンフォローモードに戻ります。でこの状態だとカメラがねこんな風に上向いたまんまなので、ここですねトリガーキー、これを2回カチカチって押してあげると、はい、リセンター、これはねまた標準っていうんですかね、正面にカメラが戻ってくれます。これジョイスティックとかでも同じで、こういう風にねジョイスティックでぐーっと動かして、あまた正面に向けたいなって思ったら、こちらトリガーを2回カチカチって押してあげると正面に向いてくれます。でさらにですね、こちらトリガー3回カチカチカチって押してあげると、はい、ちょっと POV になっちゃいましたけど、はい、セルフィーモードに、ね、なります。自撮りとかするときに結構便利ですね。でもう一度カチカチって2回押す3回押すと、はい、
正面に向いてくれます。まあ、簡単な、ね、機能解説はこのくらいに、しまして、では実際ですねこのクレーン M2 と α6400 こちらね組み合わせで使えば、どんな感じで、ね、映像が撮れるのかちょっとね外出て撮ってみましょうか。はい、それじゃあね、外に出て撮影してみましょうか。まずはですね、10ミリにしてロックモードにして歩いてるんですが、ちょっとだけねこの映像を見るとロール軸が弱いのか、片付いてるようなね感じに、見えます。続きまして18ミリ、こちらにするとねよりロール軸の、ブレっていうのは顕著にね出てしまっていますね。ただこれはあくまで、社外品のねクイックリリースクランプを載せているので、そのせいもあるかもしれません。次はロックモードにして少し走ってみます。これねロックモードにしてるんですが、外の気温が低いのか若干ドリフトのようなね症状、今ちょっとグッと動きましたよね。そういった症状がね何度か見られました。これは外気温の影響だと思われます。18ミリでも少し小走りをしてみます。10ミリに比べてですね、やはりロール軸のガタつきもありますし、あとはさっきも言ったようにねこの低温環境下での、まあ、少しブレっていうのも出てしまっています。走る場合はね10ミリの方がいいかもしれません。次は旋回撮りをやってみます。これはねすごく滑らかにできましたね。過去に同じタイプのジンバルで G6 MAX でもね似たようなことをやったんですが、向こうの方はねこうガクガクっていう、まあ、変な加速みたいのがあったんですが、このねクレーン M2 では滑らかに回ってくれました。もう一回旋回撮りをやってみましょう。この日はね結構風が強くてね、少し体が強風で煽られることがありましたが、こちらもね滑らかにできました。次はオールフォローモードでチルトだけ動かしてこんな風な映像を撮ってみました。これもね結構滑らかにできたかと思います。さっきとは逆のパターンで撮ってみました。クレーン M2 はこういった上から下、下から上という映像がね比較的撮りやすいかと思います。おまけでスモールリグのクイックリリースクランプを外した状態で動画を撮ってみました。こちらをね見てみますと、先ほどのやつよりかもブレがね少ないですね。α6400 で運用する場合はちょっとあのクランプはね外して使った方がいい感じがしますね。次に18ミリにしてクイックリリースクランプを外した状態で歩いています。やはりですねスモールリグのあのクランプをつけるとブレがねより顕著に出てしまうんですね。これはねちょっと僕の中では意外な結果でしたね。まあ確かにね社外品のプレートで相当かさ上げされてるんで、それが直接モーターに響いたって感じでしょうかね。はい、家に戻ってきてねこの映像の方をチェックしてみましたがね、どうだったでしょうか。さっきね動画の中でも言ったんですが、やっぱりこの、社外品のねスモールリーグのこのクイックリリースクランプ、これをね、つけた状態でこの α6400 そしてね SEL の1018はちょっとこのモーターパワーの限界を超えるような、感じだったんで、やっぱロール軸がガタガタってなっちゃいましたね。ただしこのねクランプを外しして、この本体付属のこのプレートですね、ちょっとねいつも言ってるこの問題のあるプレートなんですが、これとカメラを接続して直接ねジンバルに乗せるとかなりねそのロール軸のブレっていうのは低減できたんで、ちょっとこれは悩ましい問題ですね。まあ、例えばですが使ってる皆さんがねお使いのカメラがこういったミラーレスではなくてコンパクトデジタルカメラですとか、スマートフォン、他にもアクションカムとかですね、そういった場合にはね多分このクランプを乗せてプレートを乗せて撮影機材と接続したとしても多分問題はないんですよ。今回のこのねミラーレスっていうところがもう結構、このジンバルではギリギリですね。これ750g くらいしか、最大積載量がないのでほぼギリギリの状態なんですね。なのでほんとお使いの機材によってね、ちょっとこの辺は皆さん使い分けてもらうことになります。ただですよ、こちらのね、付属のクイックリリースプレートですが、実はこれねスモールリグの方からアルカ
カスイス5巻のねプレートが実はもう別途ね発売されています。まあ、まだねあの僕の手元の方には届いてないんですが、もしねこのプレートですね、でアルカスイス5巻のやつが届いたら、こちらの方でもねあのレビューしたいかなと思っています。で、まあ、なんだかんだね言いましたけども、このジンバルね本当ね旅行とかにはねこれ持っていくのは最高なんじゃないでしょうか。まあ、なんといってもこちら三軸のねロックがしっかり、まあ、できるというのもありますし、本体がねかなりコンパクトなので、まあ、バッグとかに入れてもね多分そんな荷物にならないかと思います。そして僕がね一番気に入ったのはここの電源ですね。この電源が仮にバッグの中にボンって入れたとしても、こう押すプッシュ式のボタンではなく、スライドで結構長押し1秒2秒くらいですかね、長、スライドをね上に上げて電源を入れるタイプなので、バッグの中で誤動作っていうことがねほとんどないかと思われます。しかもですよ、こちら間違ってね電源を入れたと、しましても、これ見えますかね、どうかな、はい、今電源が入ってますね。ほらこちらすぐにね本体がねこれスリープモードに、なるんですよ。間違って今これね電源あの一切物を乗せずに、でさらに、三軸をロックした状態で電源を入れると、セーフティーですぐにスリープモードに入ってくれるので、あの万が一の時でもね、このジンバルをね、保護してくれる機能が備わっています。いやこれはすごくねあのありがたいですね。僕自身も先日東京にね旅行行った時、まあこのジンバルじゃないんですけど違うねフェイユテックのジンバルちょっと持ってったんですが、今回その問題悩まされたんで、これはねあの本当いいですね。あと何よりもね僕が気に入ってるのはこのジンバルの挙動ですね。特にねあのさっき見てもらったこうぐーっと旋回しながら回るような映像ですか、これですとか、あと下から上にぐーっと上がっていく映像ですとか、逆に上から下にこう下がっていくような映像とかも非常にね滑らかに撮ることができます。でこちらもですねこのスマートフォンのアプリですね、こちらと連携させることによって非常に細かくね設定を変更することができます。例えばこういうデッドバンドっていうんですかね、左右に動かした時の遊びとかを決めるデッドバンドもかなりね細かく設定できますし、あとはあれですねあのスムースネスっていうんですかね、こう動かした時にぐーっと止まるようなあのそのスピードっていうんですか、それを徐々に下げていくような設定とかも非常にね細かくできるので、そういった意味でもねこのクレーム2とってもね気に入りました。前ね使ってた時はそこまでそれ考えてなかったんですけども、まあある程度そういったねそのまあ作品って言ったらちょっとなんかね、まあ、公爵な話になっちゃうんですけど、そういったね素材とか撮る時でもね非常にこう綺麗に撮ることができるんで、編集する時とかもね非常にこれ楽になりますね。まあ他のね他社のジンバルとかでもこういったコンパクトで 3-in-1 ジンバルとかね、そのいろんな機材が乗りますよってジンバルはあるんですが、挙動とかではねほんとこのクレーン M2 が僕の中ではねこうダントツいいのでね、ぜひ皆さんもねこう旅行に持っていくねジンバルの何かねこう参考にさせてね参考にしていただければ嬉しく思います。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね皆様の何かの参考になれれば幸いです。で今後もですねこんなジンバルですとかねカメラですとかそういったものをどんどん紹介していきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。